野上幸太郎5月20日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の参議院議員、農林水産大臣、自由民主党富山県連会長、富山県議会議員、財務大臣政務官、参議院文教科学委員長、国土交通副大臣、内閣官房副長官などを歴任した、富山県富山市生まれ、富山市立堀川小学校、富山市立堀川中学校、 富山県立富山高等学校、慶応義塾大学小学部卒業。大学卒業後の1992年、三井不動産に入社。1998年、祖父が創業した地元、新富自動車株式会社に入社。1999年、富山県議会議員選挙に、富山市選挙区から出馬し、初当選した。2001年、富山県議を、 任期途中で辞職。第19回参議院議員通常選挙に自由、民主党公認で、富山県選挙区から出馬し、当選した。2005年、第3次、小泉改造内閣で、財務大臣政務官に任命された。2007年の第21回参議院議員通常、選挙では、自民党公認で、富山県選挙区から出馬したが、 国民新党の渡岐田美助の指示を受ける、同い年の新人で、無所属の森田高に3万秒弱の差で破れ、落選した。2010年、第22回参議院議員通常選挙に、富山県選挙区から自民党公認で出馬し、民主党公認の愛本義彦を破り、3年ぶりに国政に復帰した。2011年、参議院文教科学委員長に就任。 2013年第2次安倍内閣で国土交通副大臣に任命され2014年9月まで務めた2016年第24回参議院議員通常選挙に富山県選挙区から出馬し3回目の当選同年8月3日第3次安倍第2次改造内閣にて内閣官房副長官に任命され2017年11月1日に 成立した第四次安倍内閣2018年10月2日に成立した第四次安倍改造内閣で再任された2018年10月16から20日安倍首相のスペイン、フランス、ベルギー訪問に同行各地で首相会談に関する記者会見を行った2019年9月第四次安倍第二次改造内閣発足に伴い3年間 勤めた内閣官房副長官を退任し、自由民主党参議院幹事長代行、選挙対策副委員長に就任した。2020年9月16日、菅内閣で農林水産大臣に就任した。2020年11月22日、自由民主党富山県連会長に就任した。父は元衆議院議員の野上徹。ありがとうございます。